クラロワが赤くなっている？クラロワは12月6日までレッドと提携していて、エイズ撲滅キャンペーン中なんだぜ。具体的に言うと、クラロワに今課金すると、その課金のお金は運営に回らず、世界基金に寄付されるみたいだぜ。他にもレッドと提携している海外のゲームはいろいろとあるぜ。さすが、海外のゲーム会社は素晴らしいね。ああ、海外では日本とは違って寄付の習慣が格段にあるからな。こういうの、とってもいいと思います。というわけで、こういうのに弱いヒカリナさんは、久しぶりにクラロワに課金しちゃいましょう。クラロワはクラッシュロワイヤルというゲームの略で、お城を攻防するゲームです。課金はレアキャラという要素よりも物量が物を言うゲームだから、トップを目指さない限りはあんま課金しないでも楽しめて、なおかつ構築とプレイスキルが物を言うゲームだから、結構面白いんだよな。あんま動画にしてなかったけど、結構やり込んでいました。最近急にアプデが大量に来ちゃって新キャラめっちゃ増えてわけわかんなくなってきたけど、とりあえず、ホグライダーを中心としたデッキで今回は戦っていくよ。さあ、バトル開始です。おろろ、ちゃんとキングタワーが赤くなってますね。ああ、このエイズ撲滅キャンペーンにお金突っ込んだぜアピールができるようになってんだな。これ、相手プレイヤーにもこっちは課金したことわかるようになってるのあざといね。確かに。複数対戦して相手が赤いキングタワーばっかだったら、なんか自分もやってないといけないような雰囲気になるかもしれないもんな。あ、ちなみにこのデッキのコンセプトは、ホグライダーでじわじわ削るです。いつの間にかローリングがめっちゃ強いユニットになってて、勝てるか微妙です。そしてメガゴの使い方、下手なんだよな。ジャイアントさんみたいな縦弓がいないと、メガゴの使い方難しくなってくるもんね。さて、当然のように敵は空中で対処してきましたとさ、スケルトン部隊も、いつの間にか強化されてたよな。クラロは、夏まではアプデが少なくて環境が似たような感じだったのに、秋すぎてからアプデめっちゃ増えて、ちょっと構築リセットするの大変になってきちゃいましたね。ああ、一体のキャラの数値ちょっといじるだけで、ゲームのバランスがめっちゃ変わったりする難しいゲームだからな。なんかポケモンみたいで大変そう、私が知ったこっちゃないですが。さて、相手が動いてきましたね。きっとエリクサーが溜まったんだろうな。こっちはオーブンみたいな建物出して、残りのバイタイムで動けるよう準備するのがセオリーだな。うげげ、ホグ来ちゃったよ。オーブン後ろに置いちゃったから、ホグかわしができないな。ここは、なんかそれっぽく対処。そしてメガボが余るので、ちょっとおまけも置きましょう。ここホグ先行で、メガボをノーダメージでタワーに届ければよかったのにな。そしてローリングが強すぎる。ローリング、あいつ出現当初はゴミカスユニットだったのに、最近プリンセスハンターになってて強いです。ほんと、ローリング欲しいです。ウルレアだから、ローリングなかなか出ないよな。さて、ダブルオーブン発動からの、シャプネズのホグライダー。この攻め方、たまに世界ランカーさんも真似してます。ただ世界ランカーの動画見て真似しただけなんだけどな。というか、相手の謎ファイヤーによってこっちのキングが発動したな。そうだね、これで防御力がまた上がったね。さて、バイタイムに突入。こっからがクラロワの始まりだね。ああ、こっからバイレベルで忙しくなってくるからな。敵がまず仕掛けてきたので、しっかり対処していくよ。やっぱり流動系の建物置いてないから、ホグがよく通るな。うん、オーブンは攻撃用に使いたいから、あんまダメージ入れたくないんだけど。悩むね。そしてローリングを見越して逆サイドホグライダー。ギャップ準備も万全。キエウゼロスケルトン部隊。ここで微妙な下手さ発揮されても困るんだけど。鉄さん、なかなかやりますね。ちょいちょいトレイングミスしてるのが積み重なってるだけだと思うけどな。このまとめてファイヤーちょっと強いかも。ファイヤー入れとけばよかった。なんか最近、とりあえずプリンセスとアイスウィズ入れちゃうんですよね。単体だとウルレアだから強いけど、なんとも言えない感じなんだよな。ほらこのまとめてローリング。なかなかこっちが攻めさせてもらえない。そしてスケルトンナイトがカウンターしてくるぜ。ここはオーブンを後ろに置くく、バルキリースラッシュで防ぐよ。さて、ここでちょいと盤面が止まりね。ああ、クラロワは基本的にカウンターのが強いゲームだからな。アガが、右サイドから攻めてきた。ここは、ちゃんと守んなきゃ。なんとか耐えて、ホグと一緒に反撃しなきゃ。残り体力が400ちょっと。これファイヤー込みで考えるとホグの一撃も通したくないな。というかホグプリンセス、何回ローリングで阻まれてんだよ。さて、こっからどうしましょっか。もうオーブンでホグ回避すればいいんじゃね？確かに。それでいいや。あ、微妙な位置に置いちゃった。めっちゃ微妙なとこにオーブン置いたな。これ、ちゃんと誘導できるかな？もうカウンターにかけるしかないな。ああ、いろいろ来ちゃった。逆サイドから攻めたいから、なんとか守るよ。ナイスゲーム。